はいどうも皆様こんにちは、ピーターマンです。久しぶりのワールドトリガー考察動画やっていきたいと思います。本当にね、久しぶりなんですけれども、前回前々回と、まあこれが第3回になるんですけれども、最初の第1回目がアサルトライフル、まあガンナートリガーのアサルトライフル型銃の、はい、そのトリガーの解説というか、まあね、分析というか、それをやりましたね。で、前回がハンドガン編やったんですよね。で、アサルトライフルハンドガンときて、で、今回はちょっとだけ特殊なガン内容トリガーであるショットガン型トリガーやグレードランチャー、そのね、2つについてフューチャーしてみようかなと思います。まあ、これでね、おそらくあのガンナー、まあ、要は、銃種って書く方のガンナ、はい。シューターじゃないところの武器トリガーはね、全部網羅できるかなと思うんでね。はい。最後までご楽しみいただければなと思います。じゃあ行ってみましょう。さあ、じゃあまず行ってみましょう。ショットガン、三段銃トリガー。こちらですね。まあ、劇中では、というかまあ、BBF 見る感じでは、あの、スワタイ ?B 級のスワタイしか使ってないっていう感じっぽいんですけど、諏訪隊長と、あ、堤さんね、あの2人が使ってますね。そもそもね、まあ、三段銃ショットガンっていうのがどういう性質を持ってるのかっていうのを、まあ、ちょっとね触れてみようかと思うんですけれども、ショットガンっていうのはそもそもね、近距離用で使われるでっかい銃っていう感じなんですよね。で、弾丸の種類っていうのも、まあ、一発でボンって飛ぶんじゃなくて拡散するんですよね、弾が。だから近距離で広範囲に威力が高いものをぶち当てることができるっていう、結構本当に近接戦闘においてすごい強いっていう銃なんですよね。で、まあ、現在ではもちろんね、まあ、警察じゃねえわ、軍隊とかは持ってますし、割とね、競技としてクレー射撃ってあるじゃないですか。クレー射撃もね、あれ実はショットガン使ってるんですよね。そうそうそう、意外とね、馴染み深いところもあるんですよ。さあ、ではそのショットガンがワールドトリガーにおいてどんな感じになっているのかっていうのをね、まあ、現実のこう実際に現存する武器と照らし合わせてね、こう見ていこうかなと思うんですけれども、今この動画に映っていると思われるこの M870、M500 っていうのが、現実世界ではかなり有名というか、すごいポピュラー、本当に一般的なね、軍隊ですごい使われている、結構アメリカ軍でも普通に使われているショットガンなんですけど、まあ、やっぱこの2つのどちらかというか、まあ、この2つが結構ワールドトリガーのね、諏訪さんが使っているようなショットガンにまあ似てるんじゃないかなと思いましてですね、割とね、こうアサルトライフルとかと比べると結構シンプルでね、細長い感じの、結構長めのね、重心をしてるんですよね、ショットガンって。で、ちょっとこっからはね、ふとした疑問なんですけど、このショットガンって、まあ、さっきも言ったようにクソ長いんですよね。で、このクソ長いのをそもそも片手で持てるのかっていう、諏訪さんに、まあ、堤さんもですけど、あの2人に限っては両手で持ってるんですよね。そんなことができるのかっていうのをちょっとね、考えてみたんですよ。まあ、結論から言うと、現実世界ではかなり厳しい部類に入ります。このショットガンを片手で持って、片手でこう反動なしに撃ち続けるっていうのは本当に厳しいです。そもそもショットガンってやっぱりこのアサルトライフルとかサブマシンガンとは結構勝手が違って、一発撃つたびに相当な威力の弾を打ち出すので、反動がものすごいでかいんですよね、本当に。だから一応片手で撃てるようにカスタマイズされているショットガンってのもありまして、まあ、ちょっとね、ここら辺はだいぶマニアックな話になっちゃうから、分かんない人は分かんないと思うんですけど、ソードオフって言って、結構重心をそもそも短くして、で、飛距離をね、射程距離をこう切り詰めて、だけど威力をアップさせたっていう、ソードオフショットガンっていう、そういうモデルもあるんですよ。でもそれは、あくまでこう短いもんなんで、全然諏訪さんが持ってる銃ってやっぱ結構長いじゃないですか。見た感じ。これソードオフじゃないんで。で、それができるのかっていう話だったんですけど、まあ本当にね、これがね、実際現実世界でできるのって、多分ね、僕が知ってるっていうか、僕が映像で見たのは、まあ相当マッチョなおじさんじゃない、軍人の方か、あるいはこう、ターミネーター。はい。本当にターミネーターぐらいだと思ってます、僕は。だけど、この諏訪さんとか堤は撃ててるんですよ。まあ、これはやっぱりね、反動を、その、ボーダーのトリガーっていうのは、ほぼなくしてるんだろうなっていう感じはしますよね。まあ、ほぼなくしてるだけであって、やっぱりこの違うね、コマとか、ハンドガンとかでも結構、反動でガン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 って撃つたびに、こう、上に上がってるのも、描写としてはあるじゃないですか。だから反動がゼロってことないんだろうけど、やっぱり相当こう抑えられてるんだろうなっていう感じはしますよね。そう見るとね、ボーダーのトリガーっていうのは弾多分撃ってもまっすぐで落ちないんですよね。風に、要は重力と風にこう負けてフラ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 したりとか落ちたりしないし、まっすぐ飛ぶし、
反動もほとんどないしで相当優秀な武器だと思ってます本当に。でね、そんな諏訪さんや堤さんも別にあの両手にずっとショットガンを持っているわけじゃなくて、ランク戦のね、あの初めの方とかエネドラとこう戦っている時とかって割とこう片手に持って片手を添えて打ってるんですよね。まあ、多分その打ち方によってだいぶこうショットガンも、まあ、反動もさっきも言ったようにないわけじゃないので、割とこう弾が飛んでいく方向もね変わってくると思うんですよ。片手で持つことによってこう精密射撃っていうのかな、割とこうちゃんと狙ったところに飛ぶようにしてるけれども、逆にこう両手で持つと広範囲に広がるから、とりあえず相手に防御させたりとか、まあ、防御がなかったらその徐々にこう削っていく、体力を少しずつ削っていくためにこう用いてるんだろうなっていう感じがしますよね。でもそう思うとその諏訪さんのね二丁ショットガンだったりとか、サトリの二丁スナイパーだったりとか、現実的にはこう絶対不可能な戦い方をできるっていうのはやっぱね、ボーダーのトリガーならではって感じですよね。さあということで今回第3回終わりましたね。いかがだったでしょうか。前回前々回はやっぱりこのアサルトライフルハンドガンっていうのはその使っている使い手がすごい多かったから、その分ねあの武器の種類とかも結構違ったりとか見た目も結構違ったりとかして、割とこう考察まあはかどったというか、いろんなね想像ができたんですけれども、やっぱりこのショットガンといっては本当に描写が少ないので、あんまりね考察っていうよりはどっちかというと分析動画になっちゃったんですけども、まあ、今後ねスナイパーとかも、まあ、結構前に言ったかもしれないですけど、スナイパーとか、まあ、スコーピオン系とかね、そこら辺もねいろいろやれればなと思ってます。もちろんね我々の本文であるゲーム実況、こちらの方も続けていきます。最近はねなかなかちょっとやれてないんですけども、ワールドトリガーボーダースミッション、こちらのゲームをねいずれねやろうと思ってますんで、ぜひお楽しみに。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。